どうも、オーシャンのしげです。今日はですね、カヤックキャスティング、このカヤックのキャスティングゲームのね、方法、これをね、ちょっと紹介しようかなと思います。で、実はですね、このカヤックキャスティングの方法自体は、何年か前のね、しかもほとんど同じ時期に一回ね動画でアップしてるんですけど、あまりにもね DM でカヤックキャスティングの方法を聞く人が多いので、新しい動画作った方がいいのかなと、思いまして、今回ねちょっとこれやろうかなと、思っております。それで、まあ、DM の中にはですね、ボートフィッシングとか遊漁船、キャスティングのね遊漁船にしばらく乗ってたけど、やっぱその好きなところに投げられへんとか、なんかこう自分のタイミングでできないからカヤックキャスティングに憧れますみたいな、人がおられました。それでね、カヤックフィッシングでカヤックキャスティングをしようと思う人の多くはね、やっぱりねそんな感じのイメージ持ってる人多いんちゃうかなと思うんですよ。もうやっぱね好きなとこに投げれるっていうイメージで、これねある意味正解なんですけど、好きなとこに投げれるのは上手くなってからです。はい。で、初めのうちはですね、初めのうちはどういう風に投げるかというとですね、例えば僕なんかは、左ギッチョなんで、左手に持ってこうキャスティングするわけですね。で、左手に持ってる人は左で振りかぶって右に投げます。だからここの中心よりも右側に投げるっていうことですね。で、逆に右手の人ね、右投げの人は真ん中よりも左側、この左側に投げるというところなんですよ。それでこのね、大体ですよ、大体ですけど、20度ぐらいの角度でキャストするのがいいのかなと、思います。はい。それと、キャストする方向というかね、キャスト、どこにキャストすればええかというと、僕はねオフショアの場合は風下キャストがおすすめかなと、思ってます。なぜかというと飛んで気持ちがいいからです。はい。なので今日みたいにねちょっと風がある日っていうのは、こういうねドテラで流してる時は横風キャストになってしまうので、こういうね風のある時はシーアンカー使います。シーアンカーでね、ちょっとね、安定させてもらいます。カヤックをね、よいしょ、はい、流しました。で、これをね、トロリーで後ろにね、持っていきます。はい、こうするとね、まあ、なんちゅうの、バウがね、風下を向きますのでね、この状態で、キャストしていきます。それでさっき言ったように、僕は左ギッチョなので、左に振りかぶって右に投げるっていうことですね。はい、ではねちょっとやってみます。はい、僕の場合は左投げなので左に振りかぶって右に投げます。こんな感じですね。はい、もう一回やります。左に振りかぶって右に投げる。
そうですね。はい、もう一回やります。ね、風下キャストはすごい飛んで気持ちがいい。もう一回やります。ね、こんな感じですね。はい、というね、こんな感じです。で、右投げの人はね、今の逆です。右に振りかぶって左に投げるっていうね、そういうことですね。で、なんでねこうやるかっていうと、要はですね、カヤックってやっぱりいろいろ物がね、置いてあるんで、特に後ろ側にね、物が置いてあるんで、振りかぶる時にですね、変な方向に振りかぶると、例えば僕なんか左投げなんだけど、右に振りかぶって左に投げようとするとこのロッドに干渉したりするんですね。これでキャスティングって結構ね、ある程度力入れて投げるので、そういうのがね、ロッドとかに当たると、ルアーとかが当たるとね、ロッドが破損したりね、引っかかってルアーが破損したりね、あと糸がちょっと切れたりね、なんかいろいろトラブルがあるわけです。その中でですね、一番多いのが、例えば真正面に、ナブラがね、出現したという時にですね、慌てて真正面に投げようとしてね、真後ろに振りかぶるんですよ。それでフラッグに干渉する。これでフラッグにルアーが引っかかってフラッグを引っこ抜くとかね、竿を折るとかね、そういうねトラブルが非常に多い。で、これはねカヤックキャスティングあるあるみたいなもんなんですよ。なのでこのトラブルはやっぱり避けてほしいなと、思ってます。それでこれがですね、だんだんとこの一定方向をちゃんと投げれるようになればですね、だんだんとですね上手になるに従っていろんな投げ方ができるようになります。例えばさっき言ったように正面に投げたい場合ですね、正面に投げたい場合どうしたらいいかっていうと、ロッドを横にね振りかぶってサイドスローで投げます。これで正面にね投げれますね。で、正面に投げる、もしくは、投げる方向の、投げる腕の方向っていうかな、投げる腕の方向に投げたい場合は、絶対にね、オーバースローっていうかな、テイクバックするときに後ろにね、テイクバックすることはやめた方がいいと思います。もう一回やります。おー、びっくりした。何か今ひっついてきとったな。いや、びっくりした。よし、じゃあちょっとね、もう一回やります。正面ね、後ろじゃなくて横にね、横に振りかぶって前に投げる、真正面ですね。それで今度は、このね、ロッド持ってる方向の腕、向こう側に投げます。向こう側にね、やってみます。やっぱり同じように振りかぶって向こうに投げます。こういう感じでね、投げられます。はい、ということでね、皆様の DM にお答えして、カヤックキャスティングのね、最新バージョンをお届けしました。まあ、ちなみに、やってることはね、前の動画と全く同じです。はい、すいません。で、やっぱりね、カヤックキャスティングしたいなって思われてる多くはですね、やっぱり自由に好きなところに、投げれるからというね、そういうイメージを
お持ちの方が多いのかなとちょっとお見受けするんですけど、まあ確かにねカヤックの方向を変えたらね好きな方向に投げれますから、だからそれはね間違いないんだけど、カヤックがこういう風にある状態で前に投げたり後ろに投げたり真正面に投げたりっていうことをやると慣れてない間はトラブルの原因になるというところかな。はい。なので初めはですねしっかりと振りかぶった後ろに物がないということをねしっかり確認しながら、やってもらうということですね。でやっぱりねあのカヤックあるあるなんでねナブラが起きた時にね振りかぶってトラブルの原因っていうねそれがすごくやっぱり多いんですよ。やっぱりナブラがあるのでみんなちょっとねもうカッカカッカッカカッカ来てね興奮してるんで、その時にねやっぱり冷静さを持って、しっかりと今後ろに振りかぶったらあこれ旗に当たるなとかね、そういうのをしっかりと見極めた状態でね、楽しんでいただければいいなと思います。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。